足のタイミングが全く同じになるんですよ。踏むっていうか両足のタイミングはどっちどっちだから、はい、ペダルを2つ踏むタイミングは同じなんですよ。あ、はい、そうすると、かかとを両足浮かしててそれをすると体バランス取りにくいんですよ。両足浮かしてるから。あ、そうです。そうですね、はい、すごく体がブレちゃうので、はい、右足はまあそのままで、で左足は分かりやすく言うとクローズの時は閉じてる時はかかとを上がってる状態、右足と同じ状態で、開ける時は逆になってかかとをつけてつま先を上げる、あ、はい、にしてもらって、で、ただ毎回これするのはすごく大変なんですよ。なので、クローズの状態っていうかこの裏打ちビートの場合のみ、はい、かかとをつけてもらっちゃって、はい、でつまつけた状態で閉じてあげる。あ、踏んでみていいですよ。あ、はい、それでつま先で、そうです、その状態でしてもらって、この状態でいってもらうっていうクローズはで、開けるときはつま先だけを開ける。そうです。チッチー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 、そうです、そうです、そうです、はい、その状態の方が体のバランスを保つのはやりやすいです。はい、